ちょっと間が空いてしまいましたけど、8月28日、大阪行って仕事してライブして、昨日帰ってきてまたライブで、ちょっと今声枯れてますけど、膝も痛いし腰も痛いんでね、ちょっと3日間怒涛のちょっと動きをして、今日はちょっと家で作業なんですけど、疲れましたね。いやもうほんまあかんな。ちょっと疲れんとこう、もう体が動かないようになってくるな。声も枯れてますよね。でもまあライブは声が最後まで出たんでよかったと思うんですけど、昨日は大田区のね、東京の、扉というライブ、バーで、ギャラリー&バーでちょっと3回目かな、なんかゲストを含めて4回目でやらせてもらいました。本当にいい店でね、オーナーの、メイクさんもやってるね、ゆかり、みゆきさんっていうのが、本当に多分人柄良くて、いいお客さんが集まってるような、なんか最近ない気がすんな、なんかああいう店が、なんかすごいアットホームでいいなと思って。でその店のすぐそばにはね、落語家さんの桂雀々師匠がお住みということで、前回も来てくれてね、今回も最初から来てくれはってね、正直めっちゃ緊張するんですよね、名人に見られるっていうのは。俺喋ってまうし、まあもう始まったらええかと思って喋りましたけどね、まあ、以前から面識あって何度か飲みに行ったりもしてたんで、ただ初めて店に来た時は初めましてって言われたんですけど、まあまあ、でもまあ、もう昨日はすごい何回目かだったんで、よく喋ってライブ後もずっと隣に座って喋らせてもらって、もう嬉しくてね、それがね、上岡師匠にね、すごいお仕事も一緒にして可愛がられてはったんで、上岡師匠の、聞いたことない話とかもいっぱいすることができて、なんかこういうつながりが本当に、とても嬉しいなと思います。ただ、あんまり僕を見にお客さんは来てくれなかったんで、ちょっとこれはもうちょっと俺ね、言って、ただ僕も知り合いとか友達に言うのが嫌なんですよね、来て来てって。ね、なので、まあ、でもいいライブが昨日も、やれたなと思ってるんで、ぜひ迷ってる人は、来てください。よろしくお願いします。で、昨日そんないろんな話をしてて、ジャクジャク師匠はね、上岡師匠が亡くなった時にコメントを求められて、悩んだけど考えたって言って、見たかな、どっかで、めっちゃ面白かったですけど、上岡龍太郎という人物は、敵に回したらこんなに厳しい相手はいないと、敵に回したらこんなに怖い人はいない、ただ味方にしたらこんなに頼んない人はいないっていう 仕事くれ言ってましたけどね さすが落語さんやなと思いながら そういう人だった そうでございます。で、おとといか、26日は、大阪いつもの、ホームグラウンドでライブやってきまして、今日その模様をちょっと、そのライブもおもろいこといっぱいあったんでね、まあ、その辺もちょっと今度話せたらなと思います。まあ、大阪のライブの、一曲をちょっと聞いてください。なんで客おらへんねん、東京。なんで客がいない。遊びのはずか、あちらこちらに引っかかった君、君けた途端に何かが変わる、驚いている。夢か幻、不思議の国をさまよってるみたい。誰にもなくて焦がれてるんだ、もう一度会いたい。寝られなくなって未練たらたらだ。なのになんで君がいない。そしてなんでこんなに悲しいのさ。声からして叫んでみる。なのになんで一人なんだ。悔やんでる。捨てた手紙が
二人つながる最後の手がかり、気づいてすぐうろたえてる、どうすりゃいいんだ、声だけでいい、聞かせておくれよ。心病んでため息が出る、俺はなんてダメなやつなんだろうか、明日サンデー君を探す旅に出るぜ、一人だけで本当なんで君がいない、それになんでこんなに悲しいのさ、君はどこで何を思う、心病んでため息ばかりの Everyday 夢から覚めない不思議の国をさまよったままで、どこにいるんだ、探し続けてるんだ、見つけた気がしてんだ、いなくなって体震えた、少し泣いてはっきりしたんだよ、君探していたいことが